秋葉区は新潟市を構成する行政区の一つ。花と緑と石油の里、新津、花と緑のコスドのキャッチフレーズを掲げる、両地区で構成される。2005年の合併で新潟市に編入された旧新津市、コスド町の領域で構成され、区役所は旧新津市役所の建物を使用している。なお区域にはこのほか、旧白根市域のうち、 品の川東岸側の中州部分が含まれる。区域の南東方に丘陵が広がり、またニーツ、コスド両地区とも古くから柿栽培が盛んであることが花と緑の町と呼ばれるゆえんである。ニーツ地区ではかつて原油が採掘され、古くから鉄道の要衝でもあった。一方、コスド地区はかつて河川交通の要衝として栄えた。鉄道に加え、 国県道など幹線道路の経営路上にあり、交通の利便性が高いことなどから、近年はベッドタウンとして宅地開発が続いている。区の南東方には新津丘給料が広がる。給料の周囲は平野部となっている。区の東側には阿賀野川、西側には品野川が、北側には阿賀野川、品野川を結ぶ小阿賀野川が流れている。また、 区の中心部を南北にの白川と、道川の急流路である新津川が流れている。区域全域及び隣接する多賀町北部にまたがる、半林中地域は、新津郷港と呼ばれている。旧新津市の区域である新津地区と、旧コスド町の区域であるコスド地区で構成される。区内の地域は、かつて河川交通が盛んだった時代に栄えた集落も、数多く存在する。なお、 新津地区は、区域が広大であるため、旧新津市の地区割に準拠し、新津地区、小木川地区、万美地区、小郷地区、東部地区、新関地区、金津地区として記載する。新津地区の地域、新津市街小木川地区の地域万美、地区の地域万願寺の葉先並木小郷地区の、地域東部地区の地域、新関地区の地域金津地区の地域小須戸地区の地域、小須戸市街住居表示は、 新一地区では、新一中心部をはじめ地区内各所で実施されている。コス戸地区では、矢大田の松が丘などごく一部で行われているに、杉内がコス戸中心部では、本町、中央町、腕小木などといった通称地名が使われている。市政志向から現在までの合併の経緯国の各機関が新一地区に置いている出先は、いずれも旧新一市の時代に設置されたものである。 新潟市への編入合併後も引き続き業務を行っており、省庁によっては、秋葉区のほか、旧中間原郡にあたる南区白根地区が担当地域に含まれる場合がある。秋葉警察署新津郵便局区内の主な病院は、下記の通り。新潟薬科大学新津図書館と新津川、遊歩道石油の世界観文化、スポーツの文化芸術施設も参照。 新潟市新津鉄道資料館花の湯館新津駅、東口新津車両製作所で製造された山手専用電車2003年暮れに、京城駅となった新津駅は JR 東日本の3路線が乗り入れるターミナルで、新津は古くから鉄道の街として知られる。区内には7つの駅があり、一部の駅にはパークライド用の駐車場が設置されている。また、 新津駅構内西側には、新津運運区が設けられ、JR 新潟支社管内の要所として、機能しているのに加え、駅南西側に所在する総合車両製作所、新津事業所では、JR 東日本を中心に、鉄道各社の車両製造を手がけている。路線バス、新津市街を走る新潟交通観光バスの路線バス、秋葉区内を運行する、路線バスは、 新潟交通グループの新潟交通観光バスのほか、2019年7月に、同社から路線を移管された、泉観光バス、桜交通が運行している。秋葉区役所、新津駅東口を中心に、区内外各方面への路線が設けられている。港南区を経由して、新潟市中心部方面に至る2路線、新関を経由して、五線市に至る路線。 新一駅到着後の改装運用を兼ねた京ヶ瀬、営業所への路線、南区白根方面に至る2路線がある。新一中心部を経由しない路線が1路線があり、区西部の品野川右岸川、新潟県道1号新潟コスド3乗線を経由する S23 系統がそれに該当する。かつては、モズ指定から、坂谷白根地区の大里を経由して、コスドに至る路線。 新津北部を循環する路線、新津地区北東部の七日町を回る路線、新津から阿賀野川沿いに、新津地区南東部を経由して、五線市に至る路線なども運行されていたが、不採算のため1985年以降相次いで廃止された。このほか、原 S96 系統にあたる、9 9 2 0系統は一時期、 小木川駅東口を経由して運行されていたものの JR との相互の理解による需要が希薄であったことから乗り入れは取り留めとなっている2019年7月には新潟交通観光バスが運行していた一部路線が他会社へ移管、または廃止されたコミュニティバス新津本町2丁目バス停右から順に新潟交通観光バス区バス泉観光バス 秋葉区では、この他、コミュニティバス、区バスを、政令市移行前の2007年1月20日から、運行している。市が、事業主体、区が、運営主体となり、区内の移動需要に対応し、自家用車を持たない、区民の交通手段として計画され、2006年の社会実験を経て事業化された。新津駅東口を起点に、区役所、新津ショッピングセンター。 新潟市新津美術館や大田駅、コスド地区中心部、浦良小コスド等を経由して、再び区役所、新津駅西口に至る循環路線として運行している。運行区間は、薬科大学線や大田線、金津線など、新潟交通観光バスの一般路線バスと、運行区間が一部重複することなどから、待機路線運賃を採用しており、運賃は、 乗車距離により大人初乗り170円、最大200円に設定されている。2012年度末までは初乗り170円、最大420円に設定されており、区バス社内や役所、コスド出張車などに置かれている区バス割引券を、校舎時、運転士に提示すれば、運賃200円以上の区間も、200円均一として、生産できる割引制度を設けていたが、 2013年度から前日のように運賃の上限が200円に変更されている。新潟市は中央区を除く7行政区で区バスの運行事業を実施しているが、年度ごとの事業継続の前提条件として目標収支率を30%に設定しており、これを下回った場合は住民バスや乗り合いタクシーデマンド交通など他手段への転換、あるいは 事業自体の休廃止を検討するとしている。秋葉区バスの2007年度の運行実績においては、1便あたりの利用者は7.2人、収支率は約26.4%を記録し、以降の年度も1便あたりの利用者は8から9人、収支率も概ね35から40%と、7行政区の中でも江南区などとともに比較的良好な数値を記録している。 区役所やニーツショッピングセンターといった生活施設、ニーツ美術館、花のゆっかん、うららこすどなどといった観光、文化施設を一路線に組み込んだことや、ニーツ美術館などがある、花と遺跡のふるさと公園の敷地内に直接乗り入れる利便性などが走行した。その一方で土曜、休日の利用者が伸び悩んでいることから、区では、 ホームページで観光利用者に向けて月ごとの観光案内を内報したおすすめ利用プランを案内しているほか、マイカー利用者に対しても利用を呼びかけるなどして利用促進を図っている。なお、運行開始当初は新潟交通観光バス京強製営業所が業務を受託していたが、2009年度からは午前市に本社を置く泉観光バスが受託している。また、 開設当初は、新津駅東口とコスド地区下と緑のシンボルゾーンと往復する路線だったが、2012年度からは、コスド地区から新津駅西口へ循環運行するルートが延伸された。また、2018年からは、区バスに加えて、住民バス、山手ふれあい号の社会実験も行われている。高速バス番越自動車道の川口バスストップは、 万越道経由の高速バスの一部が停車しており、バス停近くには、パークアンドライド用の駐車場が設けられている。このほか、下越病院前に、以下の路線が停車する。新ー地域交流センターにて、秋葉区、街中レンタサイクルの貸し出しが無料で行われている。高速道路一般国道区内を南北に縦貫する、国道403号新ーバイパスは、 一部連続立体交差方式。江南区亀田地区から秋葉区小指戸地区までが一本の路線となっているが、古田交差点を境に、通称が新津バイパスと新津南バイパスとに分かれている。一方、区内を東西に横断する国道460号は、万越自動車道、新津インターチェンジ付近から新津バイパス、大鹿交差点までの区間が、 ニーツ東バイパスとして供用されている。剣道、ありがとうございます。